しいマイロ、私ペシャンコになった車から出られなくなってしまったの。その上邪悪なバンディットたちに取り囲まれてる。このメッセージを受け取ったら私のことは忘れて自由に生きて、さようなら。なんてひどい話だ。でもディードラは近くのバンディットの居住地に連れて行かれただけで生きている可能性もある。君のエコーのその場所に印をつけておくよ。お願いだ、僕の愛する人を見つけてくれ。たとえ彼女が星の下にいようとも、天の星の一つとなっていようとも。設計部のトビアス・テイティルバームだ。 O2 キットの図面の焼き付けが戻ってきたんだけど、色は期待通りだ。メリハリが効いててバッチリだよ。でもフォントが指定したのと違うよね。これじゃあ OZ キットに見える。まあそっちが決めることだけどさ。自分が金を払ってんだら頭からやり直させるね。これじゃ台無しだ。いやこれもありだけど。もしもし、もしもし、ちょっと、うちの部下を殺すなんてどういうつもり？って、まさかそれ私のエコーメッセージ？マイロンに言われてきたのね。あの子優しそうだけど、ちょっとおかしいのよ。だって夜中目が覚めるとこっち見てるし、友達と遊ぶ時もついてくるし、記念日に心中しようって言われた時にヤバいって思って自分の死を偽装したのよ。マイロンを殺せばいい。ダメよ、大勢いるマイロンの家族が黙ってないわ。私に考えがあるの。イカれてるけど、これならマイロンに妻は死んだと納得させられるはず。手伝ってくれるわよね？報酬くれるならやるよ。マイロンに諦めさせるためには死んだと思わせるしかないわ。だから私を、というか出来の悪い双子のモーリーンを殺してほしいの。マイロンは彼女のことを知らないし、彼女は脱獄囚だし、マイロンと同じくらいおかしいのよ。探して殺して死体をマイロンに見せてちょうだい。簡単でしょ。まだいたの？早く行って。ぼんやりしてても私の死は偽装できないわ。
さあ、行った行った。あんたのことは盗聴してたわよ。けど信じてたんだ。あんた予想もしてないところで殺人づいちゃうんだから。ああ、愛しのディードラよ、行ってしまったのか。僕も君の後を追う。恐れることはない。巨大な暗黒の門を共にくぐろう。たとえ奈落の底であろうとも、僕の翼が君へと導いてくれるだろう。うわあ、一石二鳥子ね。ボルトハンター、おかげで銀河が少しだけマシな場所になったわ。報酬を渡すから戻ってきて。妹を殺してくれてありがとう。マイロンともどもいなくなって、やっと夜も安心して眠れるわ。
そう来なくちゃな。いざ参りましょう。メリフのもとへ。何やってるポンコツ野郎。メリフは上だろうが。ほんの冗談です。では上参ります。スタート。
ティ・メレディス、エルピス倫理規定31069違反によりあなたを逮捕します。同規定は無免許での不純なカーを惑わし、お前は私のガールフレンドを奪いました。今すぐこのドアを開けなさい。いいことずくめだ。最高じゃないか。よし、行くぞ。ジャック、ジャックじゃないか。こっちに来てるなら連絡くらいくれ。ヘリオスの防衛システムをダウンさせた信号をたどってきた。発信源はここ、貴様の事務所だ。ん？とぼけるな。仕方なかったんだ。ザーピドはどこから来た？そうだ、嘘をつきたまえ。お前がどうなっちまうか見てみたい。知らん。私をどうするつもりだ？ふん、どうもしないさ。言ってみただけだ。さっさと出て行け。さて、ヘリオスにどう戻るか。くそ、このバカめ。せっかく生かしておいてやるつもりだったのに、しまよったか。ふぅ、はあ、こいつは気持ちいい。はあ、何の話だったか。おう、そうだ、俺の巧妙な計画だ。ヘリオスへ攻め込むには軍隊がいる。だったら作ればいい。スプリングスのところへ行け。説明は道すがらしてやる。俺はここに残る。メリフの持ち物を調べたいのでな。ロボット軍団を作ってやるのさ、ベイビー。材料はシンプルだ。上等な戦闘用ボディと、そいつを操作する高度な軍事 AI さえあればいい。スプリングスは AI も取り扱ってるそうだ。目視、超強力なロボットボディを作れる場所は知ってるか？あのどでかいレーザーは誰にとっても脅威よ。機械類を探し回ってくれそうな人なら心当たりがあるわ。話がついたらまた連絡してあげる。いいだろう。さあ気合い入れていけ。月を救うんだからな。リリス、ジャックの第一印象ってどんなだった？モクシーがあなたを捨てて選んだ相手にしてはいけすかない。お前はみんな嫌いだろ。ブリックは好きよ。おっしゃ。ムカつくレーザーだな。メリフは前から嫌なやつだった。
何もかも油まみれ。調子はどう？モクシーから聞いたよ、軍用 AI がいるんだって。ならピックルって子を当たってみてくれないかな。友達なんだ、アウトランドに住んでる。徒歩じゃしんどいけど大丈夫、このスクランブラーを持ってって。じゃああんたのエコーにダールのハイガレージの座標を送信してあげる。出発して、後で説明する。暇だったら仕事があるんだけど。どうも。グラインダーのベッシーちゃんがついに壊れちゃってね、スペアパーツが必要なんだ。グラインダーのパーツは簡単には手に入らないけど、グラインダーを持ってるスキャブの情報ならあるんだ。あ、大丈夫、どうせ盗品だから善良な市民から盗むことにはならないよ。一つ目はバギーの後ろに乗ってる。今から座標をエコーに送るよ。さ、買い物に出発。グラインダーは最高のマシンだよ。ダールの技術なんだけど、いろいろあって手に入ってね。もういらなくなったガラクタを再構成して使える装備に作り替えてくれるんだ。武器とかシールドとか好きなものにね。本当によく稼いでくれるよ。上々、チャンスが転がってます。